ご視聴ありがとうございます。ハリルの伊藤淳です。ご視聴ありがとうございます。コマンダイソ塚本です。はい、よろしくお願いします。始まりました。第32回 MTG 対戦バラエティハリルやコンバットコンバットそんなテンプレートはない。さて、まあ、今回ね、はい、対戦なんですけど、いつもと少し違いまして、はい、そのタイトルにね、ハレルヤ春のワン祭りついてると思うんですけども、ハレルヤ春のワン祭りそのテンプレもない、はい、ワン祭りっていうことでね、はい、はい、あやとして今回何が違うんですか。ね、なんと、はい、ワンキューデッキのワン、あー、ワンちゃんのワンじゃなかったか、ワンちゃんのワンではない、種族デッキでやらなかったか、はい、ということで、ね、はい、僕とその塚本さんで、はい、デッキを2つずつ持ってきてるんですけども、はい、もうどれもがワンキューデッキということで、おー、すがすがしいですね、うん、ワンキューデッキをする関係上、まあ、当然ね、スタンダードのワンではワンキューデッキは無理なので、はい、テレガシーなんですけども、はい、まあ、ちょっと対面動画というよりは、まあ、デッキを紹介するだけの動画になってしまうと思うんですけども、はい、まあ、ちょっとこれを見ます、はい、まあ、マニアに、ね、たまらない動画になると思うので、はい、ぜひ興味を持ったら、はい、はい、では、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。10、デッキ、これ、ワンキルデッキにおいて、これは。あー、よっしゃー、イエーイ、終わった。ああ、終わった。自爆するしかねえ。はい、こんな感じで。いいっすね。考えるがいい最高のハンドだからね。やる？はい。やるんだけど、ちょっと、はい、これによってね、はい、臭みが打ち込まれる。臭みが打ち込まれる可能性がある。ゲーム開始時に。はい。はい。ああ。別館の王さんをね、はい、公開したことによって最初のステルには1万円余計ああ糸打ち消されちゃうよ、はい、何気ない別館の王さん、何気ないワンキューデッキを傷つけたさあ、あの帰ってこい。はい、じゃあよろしくお願いします。まずはじゃあ、はい、ロータスペタルがスッスッはい、じゃあ、アンドグラント、はい、はい、手札を公開すると、え、わかれ手札を公開すると、山札からはい、タイガを手札に加えます。はい、シャットお願いします。これははい、ヘッドランド、ヘッドランド、はい、はい、からのこうだね、もうだね、もうだね、もうだね、はい、はい、じゃあ、はい、赤2、はい、赤に出ました、炎の儀式、はい、さらに1マナ使って、はい、炎の儀式、墓地に1個あるんで、はい、3マナ増えました。4マナ、はい、4マナ、はい、4マナ全部使ってゴブリン、うわー、どうしたのちょっと俺自身の意志の力、ああああ足りない、足りない、力が足りなかった、力がくっ、さすがに大変通りました、はい、じゃあ通りました、はい、ライオンマイズダイヤモンド、意志の力、あ、意志がなくなってる、はい、じゃあコストとして手札を捨てて、はい、起動、はい、赤マナ3つ出して起動、本体まだ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 わかんない、まだわかんない、まだわかんない、めくれないかもしれない、めくれないめくれるかもしれない、ほら1、2、3、4、5、6、25、26、27、28、29、30、31、32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 
お、これは来ましたね。来ました。いけるんじゃないですかね。マジで。これはいけるんじゃないですかね。このデッキはもう僕もなか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 いい。こちらのターンが回ってくるのかな。で、じゃあ大丈夫ですか。はい、大丈夫ですよ。ゲーム開始は何もなし。はい、なし。じゃあまずロータスペーダー。はい、ロータスペーダー。はい。ロータスペーダーを入れに黒を生成。はい。黒。はい、ダークリーチャー。はい、3番目の星。で、
ビビッシュスピリットガイドを追放。はい、追放。それによって、はい、緑が1位。はい、4バナー。はい、黒さん、緑1位。はい、こっから、はい、ランカンのスパイ。あー、スパイだランカンのスパイの能力によって、はい、自分の対象になります。で、このデッキ、はい、まあ、じゃあ、めくってみますか、さっきのベルチャル。はい、見て。はい。あー、ない。入ってなかったか。負けたこれ。まあまあ誘発。まあまずはちょっとね。なるほど。4枚が誘発し。はい、出ました。はい。で、こっからどうなるんだ。で、はい、肝心のやつがね、まだいないので。はい。変貌の式療法対象は自分ですね。栄光のメダルの天使を指定します。これ交換です。交換ですね。はい、交換。はい。栄光のメダルの天使を手札から落としました。はい。そして、ドレッドリターンをフラッシュバック。はい。スッと。あ、行ったってか。栄光のメダルの天使を、はい。天律の復活で戦場に戻しました。はい。ここによって、こっちから人間がね。はい、人間が。何体が、はい、戦場に戻ってきました。で、まあ、今ここのライブラリーがない状態なので、はい、アザミの能力によって、はい、アップすると、お、引けない、ドローできないですよ。ドローできないと勝ち。ありました。深い意識にされてしまった。マジックザギャザリング2だ2 これがプロツアーでもそうプロツアーでも見せつけられたマジックザギャザリング。いや、あれが2ならこれは3だ3ださあ、みんなも始めよう。マジックザギャザリング 3 2つ目のデッキになるわけですが、はい、さっきのはまあわりかしまともな方だったけど、今回は今回はかなりやばい。あ、まあ、王道2つを用意しただったら次が出てくるのは変化球ですね。変化球ですね。大丈夫ですか。6、はい、あ、いかれた。はい、10、見せていただきます。はい、はい、じゃあ、まあ、ゲーム開始前に、開始前、はい、今度は俺の番だ。フェイズゼロ使っていくな。はい、鉄管の重さ、はい、宝石の洞窟か。ん、何これ。ちょっと弱者の力戦。まあ、今は何もしないと思うんですね。良きの力戦。良きの力戦。はい、活力の力戦。活力の力戦。そしておなじみ虚空の力戦。おなじみ虚空の力戦。はい。そして新鮮なる力戦。力戦戦隊。本当？本当に2枚です。じゃあゲーム開始しましょうか。あ、ゲーム開始していいですか？はい、いいですよ。はい。はい、じゃあ始めます。はい。はい。セットランドセラの聖域。はい。はい。まずエンチャントが5枚あるんで5枚出します。はい。はい。はい、そしてオパール色の輝き。はい、みんなコスト分のパワータクネスを持つクリーチャーになりました。クリーチャーになったね。はい、これでもターンを返ってくるんですね。ゲーム開始時なんで、まあ、0ターン目に置かれたというか、ラックヒットを通過してますね、このパワーの人たちは。えということは、え、ちょっとそんなのあり。攻撃宣言、ススススス。殴れるの、こいつら。殴れますね。はい。え、はい、何もなければ20点。20点 ?20 点。ま、負けです。やべえ。ちょっと何それ、え、殴れるのこれ。裏ルールじゃないのそれ。なんか手札を全部使い切ってちょうど20点ジャストキル。はい、限定です。はい、見えますね。見えます。問題は別にあの見えてもね、確定ではないから攻撃を恐ろしいところあるんで。マジで。まあでもかなり有望な状態だと。分かんないのにワンキルしてくるってこと？分かんないけど、おおむねいけるんじゃない？じゃあそっちもいいですか？まずちょっと待ってください。さすがに手札が やばすぎるので、マリガンします。マリガンすか。はい、このセーラーマールを使って、力を使ってきましたね。はい、力を使ってきましたね。はい、結構重要なキーパーツが追加されてきますから、いいですか？いや、まあしょうがないでしょ。まあ、はい、じゃあ、まあ、追放したんで、お願いします。はい、なるほど。じゃあ、お願いします。お願いします。はい。
また私はもう正規なくなったけど。はいはいはい。まあ、印刷があればね。頼むー。はい、どうじゃあ。はい、あー、またこんだけ圧縮されればさすがに。来ましたよ、来ましたよ。来ますか。はい、じゃあ。早く始めさせてくれ。マッツガンはこの黒力戦3枚を乗り越えられるのか。まず、召喚士の契約。はい。これによって、ね、はい。ヘルシスピリットガイドを持ってくれるのが、はい。お、ゼロマナが。1マナに、ゼロマナが1マナになるというのが1キルゼットのたしなみで、ロータスペタル、はい、で、これも使ってみて、緑と、で、エビシスピリットガイド、はい、緑と2マナですね、はい、カイマギルシね、おカイマギルシね、お、これこのターン中、はい、クリーチャーをプレイすると、はい、パワーが1枚引きます、はい、で、もうなんだよね、キャスンちょっとフィニッシュパワーなんですけど、はい、私では4枚使えるし、で、緑マナも持っている、はい、これも使っちゃって、はい、使っちゃって、はい、もう一枚。あこれね、クリーチャーをプレイするたびに2ドロー。2ドロー状態。マナがない。マナがない。はい。マナない。マナがないのに出せるクリーチャーがいる。はい。あっ、コボルト。コボルト A。はい。プレイしたので2ドロー。2ドロー。うん。2。そって下がどんどんと。はい、次。コボルト B。はい、2ドロー。2ドロー。2。B2 枚目。B2 枚目。2ドロー。1、2。ファイレキシアン・ウォーカー。ウォーカー。ゼロマナ、ゼロサン。2ドロー。メカ・コボルト。1、2。おなじみ、羽ばたき飛行機械。あー、飛んでる方のメカ・コボルト。1、2。はい。はい、コボルト C。C、コボルト C。おなんだこいつら。2ドロー。はい。1、2。楽しくなってきたな。楽しくなってきた。さあ、ウェブナイトだ。おおおなじみ。まあ、何コールなんだ何コールさあ、どんどん出していく。はい、どんどん出していく。ゼロマナのクリーチャー、これ6種類もありますが、さらに7種類目。はい、7種目。シールドスフィア。ブロックすると、マイナス1、マイナス0、マイナス1カウンターが置かれる。あ、まあ、で、壁です。壁。2だろう。メカ壁コボルト。2。さらに今、どんどん出していく。まあ、そんなに、ゼロマナのクリーチャーを並べたごときではね。2だろう。2だろう。合計のパワー、メムナイトしかパワー持ってないんじゃない。まあ、確かに。どんどんカードを引いていく、まあ、ちょっとそろそろ温まってきたので、はい、モックスオーバー、はい、モックスお金属術した設定している白、はい、お白スケープボード、おこのカードはクリーチャーを敵に掲げると好きな数のクリーチャーの中に戻る戻る、じゃあちょっとどれかイケメンを選んでほしいなあ、じゃあ嫌だな、壁は嫌だな、さすがにスケアをじゃあイケメンを掲げて、はい、おということは、さっきやったことをもう一回できる。山本の呪文をプレイしました。はい。で、はい、ロータスペタル。はい。ロータスペタル。からの、大量の、大量の、ストームを稼いで、はい。武道館本体だ。いやー、楽しいマジック、さすがにこれ。はい、というわけでお送りしたハリケーンコンバットいかがでしたでしょうか。はい、今回1キル回ということで、はい、4つの1キルでキルチャースパイ力戦コボルトストームっていう4つのね、はい、1キルを紹介したわけなんですけど、まあ、皆さんもね変わりやすいです。脳を捨ててマジックをするとちょっと新しい世界の扉を開けるんじゃないかということで、はい、いろいろ試していただければと思います。そして最後にハリケーンチャンネルからの質問、はい、いつもです。現在、チャンネル登録者数1万人以上を集めている、レディオコンバットという YouTube スペースを撮影してみようという企画を進行中です。現在は、なんと、現在、7000人を、ね、突破して、残り3000人、はい。残り3000人なんで、いよいよ、親族、親族、こぞって登録していただければ、アカウントを、そう、それは1人の力がもう何倍にも膨れ上がるから。ちょっとね3000という方をお待ちしております、はい、チャンネル登録のほどよろしくお願いします、はい、では今回ここまでということでゲストをお伝えしました。はい、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。